おー、できてる。よし。え、どこに向か？ミミックじゃないの、君。あ、よかった。疑心暗鬼。ミミック恐怖症になっている。もちかくん、ミミック恐怖症、克服するのよ。食べ物が落ちてきた。マリさんが支えてくれる。なんかいろんなもの食べてるな。タコス。でかすぎない？なんか釣りしてる。あいつに当たってくれねえかな、ホットドッグとか。すごい声が出た。あれ？また釣りしてる。何が釣れるんだよ、ここは。あれ？あれ？あれ？君は、スプラウトモールくん？助けるべきかな、これ。ビッグモーリオ。見つけてくれたお礼に。おぉ。ホビオだよ。何？は？何、なんか、うわぁ！何をくれんの？何もくれねえじゃん。ダメージ食らってるな、地味に。12か。楽しいよ。これはケルの出番か？え？これあれか、またあ、揃える。ゲーム。何それ。よし。あれ、これ取らないと。1回だけかもしかしてもらえるの。オニオンリング、あー美味しそう。でも装備品、まさか本当に、間違えた、指輪になってるのか。オニオンリングかっこ指輪、本当に玉ねぎの指輪みたいな。いや、ただの一つだけ。そうね。カート20、ジュース20。ジュース20はいいね。ヒーローにやろっかな。ヒーローに持たせようかな。防御プラス7、強いから。ちょっと、未だにこれを使っているオブリンを。防御上げて。ケル何使ってるっけ。あ、四つ葉のクローバー。なんかもうちょっといいもんないかな。ないか。あれ、あ、これ金の、あ、純金の時計と金色の時計2つあるな。この純金の時計は素早さが下がる。いらねえよ。なんだよそれ。使えるのかな、素早さ調整したい場合。あんまいらないけどな。決まった。ケル、お前が、防御を上げるんだ。一番防御必要なのケルだからな。さあ、次進もう。またこれか。これはどう揃えたらいいの？どれでもいいの？すごいことになってない？これ。気持ち悪い。よし。やったー。何がもらえるかな？食べ物かな、また。ピザ、いらねー。あれ？あれは、こないだ、雷に撃たれて死んだ、やつだよ。スネーリーでは。あれ？なんて良さそうなプールなんだ、こちら。また死んだ。なんだあいつ、ケニーか。エアコンって最高だよな。
ね、エアコン好きね、みんな。エアコンについて、とても興味深いかも。どっかの世界には、みんなエアコンの本ばかりだな。どっかの世界には、部屋にすごい小さいエアコンを置いて生活する女の子がいるらしいぞ。何これ、ブラフだ。騙されると思ってんのか。何やってんの、何やってんの、全部かけるぜ。何やってんだろう、気になるな。戦争かな、戦争とかいうクソゲー。クソゲーって言っちゃダメな。昔やってたんだよな、友達たちと。すっごい小さいかな。わー、戦争ってあれですね、あのカードを引いて数字高い方が勝つゲーム、 100% 運ゲー。かわいそう。あ、U があのところにいらないけど、左左覚えとこう。バチャーン、楽しかったね。泳ぎに来たのかい、僕もだよ。楽しかった、もう一回やる。そんな楽しくもなかったな。あー、またここに。もっともっと大きな橋を作るんだ。よし、なるほど、さっきのとこもう一回進んで集めろってことか。橋作ろう。橋だと。もういるよ。スポって移動したな。まあそういう言い方になるだろうな。いいのか。このあれを足場にした後、足場とは言わないで石杖と呼ぶ。もうその時間か。もう橋を作る時間か。橋時間、橋のエキスパート。そうね、橋のエキスパートの力は必要だ。あ、これよく見たら、あ、こう行くのか。なんだ、滝かと思った。やったー、もう一回やる。ミリア、もう一回やる。デレステ、知らん、あんまり知らないですけど、ミリアちゃんって子が急に冷めて、ミリアやんないよっていうのが死ぬほど好きなんですよね。なんで急に冷めたっていうの。で、左。で、U を手に入れよう。押していくのか。あしゃーん。さあ、いらないキーを手に入れてしまった。どう調理してやろうか。U。さて、手が2つできたはず。ああ、やってしまったな。でもこれ、T どっかにあるな。まだこの辺にあるかもしれない。バズン。こっちだな。あっちに、スイカ。スイカ気になるな。スイカ取りに行ってくるか。スイカ取りに行ってくよ。ヒーロー君疲れた？ああ、酔ってきたのか。早くしてくれないか。乗り物酔いか。そうね、あれは。よく、今更気づいた。ケル君、なんちゅう座り方してんの？座り方？しがみついてんの？今つされきず、普通に座ってるように見えたから。もう自分は、なんだろう、アトラクションとか乗り物すごい苦手なんですけど、こういう水系のやつだけはすごい昔から好きなんですよね。なんでだろう。乗り物はほんと一回やってみたら酔ったんだけど、水のやつだけも何十回も。アペンディックス。どっちだろう。辞書とかの最後に書いてるやつか、もしくは体の一部のあれか。アペンディクス。ああ、あった。ああ、何もしない。そうね、体の一部のあれか。何もしない。そのまんまだな。何のためにあるんだろうっていう臓器。臓器でいいのかな、ですからね。最近はでも腸内細菌に深く関わってるんじゃないかっていう研究もあるようで。エレベーター専門。
エレベーター専門か。橋よりエレベーターの方がいいだろう。目的が違くないか。上下移動と左右の移動だな。いいだろう。よし。ねえ、来た。ヒーロー君終わったよ。ごめんね。ごめんね、なんか。面白いな、この歌。よし。まだまだ。あれー、見たぞ、こんなところ。メデューサはもう何百年もこの巣にこの世を研究している。読めない本がいっぱいある。読めない言語で書かれた本がいっぱいある。それも非常に危険になっている。森の方から掃除係のハンフリーを雇うべきではないのか。そんな楽しんでるの？パートのやつらめ。マニュアルはもう一度見なくては。実験がなかなか成功しないのだ。寝てる。スイカある、ああ、取れる。コンフェッティ。紙吹雪。メデューサー、あれか。スイートハートじゃん。ひっどい香りね、もう。花が耐えきれないわ。慣れるわ。静かになさい、忙しいのよ。完成。やっとできたのね。あ、そっか。作ってる、人作ってるっていう、人造人間。触るんじゃない、ガラス触れてない。あ、大丈夫、なんかできてる。え、スイートアートじゃない、あれ見た目的。あれ、失敗したか、実験。あ、あら、ガラスを触るだけで失敗する実験とは。ああ、やっちゃったな。やっちゃったね。スイートアート、メデューサ。え、成功したの？想像よりもうまくいったようだ。見てみなさい、結果は完璧よ。おお、あなたの完璧な、あなた完璧バージョン。右下の図に書いてるあれ何？糖分、グルコース2つつなげたやつか。いやー、気に入らないわ。なんだと。私より完璧なものはないけど。そうか、そういうことか。まあ、クライアントなのか。依頼されたのね、こんなの。大事なことがあるといいのに。どっちでもいいだろうな。え、どうすんの、この残されたかわいそうな子。あ、待って、あー、早い早い、もうこれでいけるようになったな。ちょっとあの可愛い、あ、いなくなってる、怖っ。ちょっとまあ、ここにそのドアあるってことはもう終わりだってことなんだろうな。いや、ちょっとセーブしたいな。はい、のちかです。ではおもりの続きやります。前回は、右のメデューサクリアしたんで、今度上行こうかなと思います。なんだこれ。ああ、危険。ん、テーブルが横なってる。な、何、右は科学実験みたいなのをやってるとこだったけど、ここは何、危険な生物を。なんだここは。オーブリーの仕事に違いない。え、ハンフリーじゃないのあれ。殴っていいのあれ。何ここ、何あの穴みたいな。ライフジャムやった。何これ、殴っていいのかい。痛そう。あー、別のとこに。何ここ、何ここ、何あれ。あー、囚われてる。ヴィーネスフライトラップ。これはわからん。あ、あれは、スプラトモル君。何これ。
へえ、面白いな、アドさん。知恵のある、この、なんていうか、まあ、いい翻訳されてる。まあ、殴られると、なんと都合のいいことに橋に変身する。何これ。あ、ハンプリー。レセプションサンプリー。マリーナだったか、次。エグゼビット。叫ぶのが止まったら、次始まるよって。なんかここも実験か、何に肉サボテンフッシュフッシャー。私はマリアの初めての実験だ。まだ赤ちゃんのところ、砂とフルーツから作られた。なでなでしてみよう。なでなで何フッシャーは、カート入れなきゃ、これ、あれあれあれ。手を、大の字になってコロコロってなるやつ。なんだ。じゃあ、ツンツンしてみよう。ツン。くすぐったい、そうか。一生触ってやらん。ふに？何、気持ち悪い。私は我の二つ目の試験である。ああ、まだ赤ちゃんだった頃、粘土と石で作られた。ツンツンしようぜ。ツンツンも悪くないが、ハイタッチの方が好きだ。じゃあ、撫でてみよう。撫でるようなもんか、これ。そんな可愛いか。撫でるもんいいけど、握手の方が好きだ。なーに？なに？気持ち悪い。アンドロイド、スプラウトモール的な。あー、スプラウトモールキメラ、スプラウトモールシュタイン的な。スプラウトモール？スプラウトモール？聞かないで、知らない。いろいろ支えてそうな、ね、助けてとか言ってそうだな、かわいそう。助けて。え、何したハッピーになった。キメラだな。マリナはマッドサイエンティストなのかな、こういうキメラを作る。あの二人をどこにやった。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。またやられた。2回目。ウォーターミミック。この野郎。倒せた。強い。一ターンで4000。ウォーターミロンジュース。青ブリがレベルアップ。オモリレベルアップ。ヒーローレベルアップ。メズマライズ。もう、催眠どころ。敵全員が、一ターン、ヒーロー、ターゲット。ヒーローはダメージを減る。おお、強い。受けるダメージが減る。強い。攻撃受ける、ダメージ効果みたいな。攻撃を受けてくれるんだな。なんか、でもこの3つ必要だよな。ヒーロー防御ガンガン上げて、ダメージ減らすっていう。何あれ？ネズミ博士？ネズミ博士？ネズミ博士？ラボラット、なるほど。ラボラット。かわいいな。ははあ、ついに完成したぞ、みたいな。なるほど、その薬をぐちゃぐちゃにしてやる。かわいそう。ついに完成、うわぁ。あ、涙を流して爆発した。おお、めっちゃ経験値もらった。ドーナツを見つけた。やった。ちょっと回復しよう。これ渡らなきゃな。あと、どっかで渡る場所が見つけられるな。何これ。何それ。私はサイズ分かって知ってた。ポリーヌ。ポリーヌ、ポニーと犬？もしかして、ポリーヌ違うか。ゴム手袋から。赤もらった時にゴム手袋から作られた。撫でてみよう。撫で。ぴょん。え？誰だ今のは。姿を見せろ。見えないのか。目が見えないか。姿を現せ。つん。いやー。なんだ、どこだ。アンテにいた犬だな。いたな。
手に止まったら、何この、こんな事件あんのか。あ、壁。これもクエストっぽいな。あとで、でかい顔を見つけて、私の息子たちを見つけてきてくれ、みたいな。安定にいたな。よっしゃ、そうね、前回、あと初めて気づいたけど、積んだら、ここでピクニックを、すると物語が見えてくるよっていうのが初めて分かったな。あ、物語進むわけじゃないな。なんかただ雑談するんだな。何があったの？ぐちゃぐちゃになっている。アクション。ああ、ほこりっぽい。もうしばらく困ってるみたいだな。うん、もともと同じもの見てる君ら。オフィス、もともとていうか家具も何もないんだけど。そうね、シーウィッチが、海魔女が多かったはずなのに、魔女っぽさがない。いや、実験とかすごい魔女っぽくない？ソースがスイートハートだからな、信憑性あるかどうか、わからない。スイートハートを止めなきゃ。絶対、ろくでもないことに、企んでるに違いない。そんな必要ある？なさそう。あら、そんなことやっているのね。世界を悪から守るなんて楽しそうね。楽しそうね。スイートハートは悪じゃない。悪そのものじゃない。そうかそうかただのうるさい子だと思うということね。さて、あそこ渡りたいんだけど、あれ回復したっけ。したよな。あそこ渡りたいんだけど渡れないな。あいつが渡れないなぁ。あ、ここか。ここだな。あ、この橋を叩くのかい。オブリー。この橋を叩いて移動させるのかな。コンボミール。ガツン。おぉ。オッケー。というわけで進もう。よ。第4の実験か。トマトステレオ的な。また。あ、ケルがレベルアップ。カムバック。復活できるの？そんなわけないよな。あ、ハッピーになる。で、悲しい状態から、これをや、悲しい状態からこれ使った場合は、フレックス状態。使いどころがちょっと、微妙だな。何この第4の事件？やっぱり。わかりやすぎな、この辺。リンゴから作られた。リンゴか。子供の、あれ、子供の時にリンゴから作られた。ペット。なでなで。何その、灰みたいなと。そうだ、茎の後ろあたりを。やだなぁ。猫だったりするけどなぁ。撫でて、あ、そうだ、その首のあたりが。そこはそこだって、喉のあたりをもっと撫でるがよい。ツンツン。もういいだろう。はい。そうだ、もっと喉を撫でるがよいとか。それはまあ許せる。こんな気持ち悪いリンゴステロみたいな。鶏肉を手に入れた。リンゴステロみたいなのがいて、あ、そうだ、クッキーのところを撫でろって気持ち悪すぎるわ。第5の実験か？ははは、わかりやすい。飴と段ボールから作られた。いろんな、なんでこんなのができるの？アメツタンボールで。撫でよ。気づかれるのっていいな。なるほど。存在を認められるのはいいことだな。ツンツン。あ、アメが、何アメ？アメが？アメ？アメどこにあんの？第6の実験だ。絶対そうだ。6の実験。風船と魔術で。作られた。ペット。どこ行くねん。風船だから飛んでたんか。ああ、ツンツンするべきやった。失敗した時期のプランだった。7？ 第7の実験である。うん、この辺から数字がごちゃごちゃってくる。なるほど。鳥から作られた。撫でよ。に嬉しい。そっか。ツンツン。
うるさい。これは怒りを感じるぞ。チリンチリン。これで、さっきの使いに戻って、エアホーン、うるさい。さっきの使いに戻って、殴らなきゃいけないか。ガン。あ、ラボラット。なんか可愛いのいる。ちょっと待って、倒してから。わ、めっちゃ嬉しそう。瞬殺してやろう。みんな、これを見てくれ。これは、この世界は今後革命。ギャーかわいそう。体力が少ないのが悪い。無理。あ、30になった、ついに。エクスプロイト。欠点などを利用するという、日本語単語あるかな、そういう。ハッピー、サッド、感情ある敵に、ダメージ、増える、追加ダメージ、いいね。とりあえずこのままにしよう。猫さん、パース、ああ、実験だった。あれは8番目の実験である、多分。苔ともやしから作られた。なでよ。なでなで。いやー、猫じゃん。おー、アチーフメント。犬？いい、グッドドッグってアチーフメント。いい、いいワンちゃんだ。うん。ツンツン。犬なんかにえー。パースニップ。パースニップ。さて、これは。殴らなくていいだろう、別に。殴ったら通れなく。は？あ、花かむり。あ、花が。あ、傷んでいる。なんか見覚えがあるな。誰のだろうな。返した方がいいんじゃないかな。忘れちゃってるな。見た目がだいぶ傷んでいるようだ。誰もこんなの欲しがらないんじゃないか。そうね。ぽい。なんで？なんで？ヒロが言ったでしょ、もうこんなの誰も欲しがらないって。誰かもなったんでしょって、その、捨てるの。よくないでしょ、なんで？どうせ、なんでそんな怒ってるの？花に何の恨みがあるんだ。花なんて、どうせまた生えてくるだろう。なんだこれ。今すぐ、謝りなさい。うん。ごめんね。なんだ？ダメ！何？なんだこれ。倒そう。さ、みんなレベル30になってくれないかい？ダメか。うー、ちょっと回復した方がいいな。さあ、戦おうではないか。さあ。ほら、もっと強いやつと戦いて。いいぞ、1800減った。2000超えなかったな。なんだろう、なんでこんなの生えてるの、ここ。何の意味があるんだい。殴るべきか、やっぱり。どっか別のとこに出んのかな。これは意味ないよな、だって。なんこれは上に生えたかな、もしかして。上に生えた。何の意味があるんだ。へえ。あ、猫。実験か、これも。第10、結構作ってんな、でももう。第258の実験みたいな。あれは第364の実験。なに667の実験。ああ、ガラスに触らないで。やっちゃった、ごめんね。ちょっと面白いな。何？体力減ってる？ええー、めっちゃ減ってる。触るべきじゃなかった。は？待って、ちょっと、それなし。
なんかちょうどなんかから逃げるのかなって思ったんだよな、あの配置は。なんかちょうど逃げる場所に置いてあるからと思いきや、本当に。でもこいつ、待って、大丈夫でしょ、大丈夫。ない、大丈夫だろ、これ。大丈夫。よし。何を殴ってんのか。何これ。パリン。意味あったの？何だったのこれ。何？怖い。ここ、いいね。ちょっと、おとりになってくれないか。うわー、見えない。スイカ欲しい。ハートストリング、良さそう。なんか、ハート強そう。ハートストリング。ブレンダー、ミキサー、リフレッシュ覚えた。そんなこと覚えてばじゃない。ちょっと待って、あれ欲しい。あそこに入っちゃった。大玉のジュース、スイカジュース手に入れた。危ねえ、全部回収できてよかった。ちょっと待って。ミキサーを手に入れた。あと、ハートストリング。どんな物体も液体にしてしまう。ジュースは増える。しかもティーポットと同じくジュースが高いということは、これが完全上位互換だな。スナックを使うと、体力がより回復する。で、ハートストリング。ハートプラス30、ハッピー状態で始まる。いいね。でもジュース欲しいからこれにしよう。よし、行こう。怖かった。危ねえ。なんで遅くなった？まだ来てる。今だ、ドアを開けて。マリアさん、助けて。来ないか。え？あー、助けてくれた。ありがとう、ビッグマリアさん。我は任務を果たした。うん。ありがとう。帰るの？すっかり忘れてた、そういえば。